はい、Python でゲームを作ろう、まあ、今回格闘ゲームを作ろうということで進めている今回のお話、何日目、5日目に入るかな、まあ、何日目だったかあんまり、まあ、重要じゃないんですけど、今回ですね、4日目の先日の段階でコマンド入力を発動させるという、プログラムを組みましたが、最後の方向が本来のコマンド入力と違っていても技が発動するというふうな感じのプログラムになっていたので、そこは修正いたしまして、コマンド入力の最後の方向は波動拳だったら下、斜め右、下、右というふうに入力していくんですが、ちゃんと最後のコマンドが下、斜め下、右プラスパンチで技が発動するというように修正いたしました。でプラスですね、今回いよいよビジュアル的な部分のところに入ってきたんですけれど、十字キーを操作することによって座標を変更するという部分に関して入ってきました。では実際に見てみましょう。プログラムを動かしてみます。よっこいしょっと、はい、プログラムが出てきましたね。モグラとテストって書いてあります。今回はモグラの部分がジョイパッドの上下左右で動くようになっています。では動かしてみましょう。右へ移動、そうするとモグラ君右へ行きます。下に移動、斜め右下、ぐるぐるぐるというふうな感じで自由にモグラ君が動くようになりました。でその中でコマンド入力のプログラムを一緒に同時に流れておりますので、コマンド入力をしますと波動拳発動、昇竜拳結構難しいんだよね、昇竜拳発動、竜巻旋風脚発動というふうに技を発動させることもでき、キャラクターを動かすこともできと。そしてもう片方のジョイパッドでも、まあまだ座標系を2つ作ってないんで、モグラが動く感じですけど、モグラこっちのコントローラーでも動きます。両方ありますんでね、どっちでも動き、コマンド入力をこちらで成立させても技は成立すると。難しいな、昇竜拳、竜巻旋風脚も発動しましたということでですね、いよいよ対戦のゲームの形が見えてまいりました。あとは今度グラフィカルな部分、キャラクターの、絵を描いてみて動かしてみたりとか、技を発動させて実際に技がどういうふうに動くのかとかを作っていったりとかですね、時間制限を設けてみたりとか、体力の方の移動減少アニメーション組んでみたりとか、そんなようなところにこれから入っていこうと思います。なかなかどうして順調に今のところ進んでおりますが、どこかで暗礁に乗り上げるんじゃないかとちょっとドキドキしながら進んでおります。以上です。